聖書。聖書とは、キリスト教、ユダヤ教の教典、聖典であり、イスラム教でも、教典とされている。ユダヤ教及び、キリスト教関連の宗教では、最も重要な宗教文書とされる。最も、旧約聖書と、新約聖書の両者を聖書と呼ぶのは、キリスト教の立場に基づくものである。ユダヤ教では、いわゆる新約聖書は、教典ではなく、 イスラム教では、両聖書に相当するもので現在読まれているものとは異なる。アラビア語で、旧約聖書に収められている、モーゼ語書はタウラー、紙幣はザブール、新約聖書に収められている、福音書はインジールと呼ばれる。とクルアーンとはいずれも教典、またはそれに準じて尊重される文書である。ただし、クルアーンが優越すると考えられており、内容に、がある場合は、 クルアーンの記述が優先される。2017年現在、聖書は全部、または一部が、世界3200以上の言語で翻訳されている。ユダヤ教において、聖書とは、紀元前4世紀までに書かれた、ヘブライ語及びアラム語の文書群。全24巻から成り立ち、立法、トーラー、トーラー、ヘブル語、預言者、ネビーム、ニーバイームヘブル語、諸書,書、 ケトゥビーム、カトゥービムヘブル語に分類され、三つの頭文字、t n k を取り、タナハと呼ばれる。立法と呼ばれる文書、モーセ五書を書くに、予言書、神からの啓示である、予言の記述及び歴史書、書書と呼ばれる詩や知恵文学を加えたものを指す。キリスト教でいう旧約聖書と内容は同一であるが、書簡の並び順は異なる。紀元前四世紀頃には、この文書群が、 聖書つまり統一された一つの書物として認識されるようになった。現存する最古の写本は、紀元前1世紀頃書かれたとされる司会写本に含まれている。紀元前4世紀頃からギリシア語訳が作られるようになった。有名なものにアレクサンドリアで編纂された72に訳聖書がある。現在、聖典とされるものの範囲は1世紀末のヤムニア会議で確定された。 聖典とされる書物の範囲は、本来慣習により多くは固定されていなかったが、エルサレム神殿崩壊の後、ユダヤ教のキリスト教に対する民族的、宗教的結束を図る動きがあり、ヘブライ語、アラム語、アラマイ語の原点の存在が知られていたもののみを、聖書聖典と定めた。聖典から除外されたものを、外典、偽典と呼ぶ。16世紀に、キリスト教、 プロテスタント諸派が、この時ユダヤ教が聖典としていた文書群の範囲を採用しキリスト教にとっての旧約聖書であると知いる。聖書はキリスト教の聖典であり、ただし位置づけは教派により異なる詳細工述、旧約聖書と新約聖書からなる。キリスト教では、イエスキリスト以前の預言者と神の契約を旧約と、言い、 キリスト以降のキリストの言葉や奇跡を弟子たちが、キリストの死後書いたものを新約聖書と称している。英語の音訳から、バイブルとも言うが、この語は、ビブリア、ギリシャ語で書物のい、中世複数が、ビブリア、単数女性に転写されたものが元になっている。聖方教会圏では、英語に限らず様々な言語に、ビブリア系の語彙が見られる。旧約、新訳の、 約とは、神との契約のことで、2世紀頃から、キリスト教との間で呼ばれ始めた。新約は、ユダヤ教での神との契約を保護にして、神と新たに契約したということであり、旧約聖書は、経典の役割を果たさないものであると捉えるのは、誤りであり、例えば新約聖書マタイ伝の一節、天と地が消えうせるまで、すべてが成し遂げられるまでは、 立法から1.1角も消えることはないに見るように、キリスト教においても、旧約聖書は決して無視できない書であり、聖典に数えられている。一方で、旧約聖書のうち、第二聖典、旧約聖書続編などと呼ばれる部分の捉え方は、教派により異なる。72に約聖書の範囲を基本とする、聖教会及び、カトリック教会は聖典に数えるが、プロテスタントでは、 聖典から外されている。ただし、聖典ではないものの、読むのは有用とされる場合もある。聖書は、すべてのキリスト教において、聖典とされるが、その位置づけ、範囲などは教派によって異なる。ここでは、それぞれの教派の主な特徴を挙げる。カトリック教会では、聖典の中に聖書が含まれるとする、聖教会と異なり、聖書と聖典を、 同じく尊敬すべきとして、聖書と聖伝を並列させている。トリエント公会議において聖伝は、聖書と同じ意見をもて任むべきもの、と位置づけられた。旧約聖書と新約聖書には、救いに必要なすべてのことが記されているとされる。第二聖典等とも呼ばれるアポクリファについては、旧約の民が書いた教会で使われる書書である。聖典には、数英が使うと位置づけられる。 プロテスタントにおいては、聖書のみが重要な教理と位置づけられ、5つの空、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、キリストのみ、神の栄光のみの一つを成している。第二聖典とも呼ばれるアポクリファについては、マルティンルターは、聖典ではないが読むのは有用としたが、日本ではエキュメニズムを胸とする、境界派や社会派は、新共同薬を用いる傾向にあり、 2018年に上司されようとしている聖書教会共同役に移行してゆくものと思われる。同様に、エヴァンジェリズムの福音派であれば、新海役を用いる傾向にあると言えるが、あくまで傾向であって、逆にしてはならない決まりはない。むしろ個別には、諸事情により、傾向に沿わない例もしばしば見受けられる。他にも、交互役などが用いられており、 キリスト教会の普通の聖書であれば、実際には、訳が問題となることは、さほどない。逆に、エホバの証人の訳による、新世界訳は、ほぼ決して礼拝には用いられることはないが、問題となるのは、プロテスタントやキリスト教会の訳と言えないことよりも、本人たち以外から指摘されている、重要部分の改ざんである。聖教会では、 聖書は聖伝のうち書かれたものの中で最も重要なものであると位置づけられる。聖書は聖伝の一部であり、聖伝という一本の柱の中に聖書は含まれていると理解される。聖教会の聖伝を生きる人は聖書を自分のことが書いてある書として読むことができるとされ、聖伝の中に聖書があることが強調される。かつては書物自体が高価で貴重品だったこと。 民衆に、経典の内容が知れ渡ることを、教会、聖職者が忌避したため、聖書は一部の聖職者だけのものだったが、15世紀中頃に、グーテンベルクが、活版印刷による聖書を出版して、以降、一般にも広く読まれるようになった。また、聖書翻訳も、活発に行われ、2017年現在、聖書は全部、または一部が、 世界三千二百以上の言語に翻訳されている。その中には、アイヌ語訳や、ゲセン語訳なども含まれている。イスラム教においても新旧訳の聖書は、経典とされる。ただし、新訳、旧訳という分け方はせず、聖典に含まれない書もある。また、聖書よりもクルアーンが優越すると考えられており、内容に祖語がある場合は、クルアーンの記述が優先される。 これは、現行の聖書は、預言者たちに下された元の形から、ユダヤ教とキリスト教との手で歪められたとされるためである。イスラム教においては、クルアーンは経典を確証すると同時に、現行の聖書の誤りを正す啓示でもある。ムスリムの間では、聖書のうちのある証句を、ムハンマドの出現を予言したものとする解釈もなされる。代表的なものは、 神明期十八章十八節から十九節のイスラエルの兄弟同胞から立てられる盲のような預言者をムハンマドとする説である。なお、ヨハネによる福音書五章四十六節ではイエスがモーセは自分について書いていると語ったとある。首都行伝三章二十節以下ではペトロが神明期の一節を聞いてこれがイエスのことであると語ったという記載がある。ただし、 学者たちは、人々の必要に対して出現する一連の預言者たちを指すと考えている。イスラム教以外にも、イエスなど聖書に登場する人物や、天使の存在を、教義内に持つ、後発宗教、スピリチュアリズムなどが存在しているが、イスラム教における解釈と同様、肯定的な扱いと否定的な扱いとが同居している。 儒教における聖人の記した書を指したこともあるが、上記の聖書とは関係がない。イギリスケンブリッジの聖書研究所、ティンダルハウスが2017年11月15日、最新版のギリシャ語新約聖書を出版した。現存する英語の新約聖書のほとんどは、1975年版のギリシャ語本文が使われており、当時入手可能だった写本を編纂したものが、定本になっている。 しかし、ティンダルハウスによる最新版のギリシャ語神訳聖書では、1975年以降に発見された複数の古代写本の断片も取り入れられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。